get ready. 雑談です。殺し屋です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、それから言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、昨日は何をしてたかと言いますと、今日ね、朝やん、近田春夫さんの2回目の朝やんですけども、いろんな、その毎週やってるんですけど、いろんなゲストのについて深掘りというかね、いろいろお話を聞いたり、していく、基本トークベースのイベントなんですが、近田春夫さんの、考えるヒットって、文春で連載があったんですけど、それの、本が出てるんですけど、そこを深掘りしていこうと。前回は、調子悪くて当たり前、近田春夫辞典というね、本を深掘りしてたんですが、分厚い本で、しかもめちゃくちゃ、全部のページがめちゃくちゃ面白いんで、なかなか全部紹介しきれてなかったところも含めて、いろいろ、本当に近田春夫さん、これ今までやってきたこと、それから今もしていることもめちゃくちゃ面白いんで、前も言いましたけども、こんな、いい加減でふざけてて、かっこいいんですよね。それが本当に面白くて、たまんないですよ。みたいなところを、そういった、近田春夫さんの目線でもって見てきた数々のヒット曲をね、こういう分析しているとか、それに、牧田スポーツさんもゲストで来られて、牧田さんは、なんて言いました、モノマネなんですけども、作詞作曲モノマネといってね、理論というか方法論をモノマネするというか、コード進行とかね、その辺、例えば長渕だったら、このコードが頻繁に出てくる、このコード進行ね、が多いみたいなところから、長渕さんだったらこんな曲作るんじゃないかっていう曲を、長渕さんが書きそうな詩でもって歌ったりしてる、そういった楽曲の解体再構築ね、リビルドですわをしてネタにしておるところと、近田さんのその分析というか、そこの噛み合わせというかね、どうお互いが例えば同じ曲をね、どう評価するのかみたいなところは、とても見どころじゃないかなと思います。これは、本当に、音楽史に残さなくちゃいけない、お二方だとは思いますんでね、ぜひね、会場、もしくは配信のチケットはあります。ぜひ、ご覧になって、いただければなと思っております。僕はオープニングと次回の予告をやってるんです。次回の予告がね、これ、なかなかいい。次回は文春。文春法の、1996年の、週刊文春ですか、あれで東野さんとがゲストの回がありますので、それもね、お楽しみといった、そんなことをやっておりました、昨日はね。それと、ずっと悩んでて、ほんと止まっちゃってね、何もかもがこう止まっちゃうぐらい、進まなかったものが、一応一段落しまして、これからクライアントチェックに回しますというところまで行っておりますんで、僕のできることはですね、一段落して、チェックバックをね、どういう修正が入るのか、待ちな感じでございますわ。肩の荷が下りたんで、ちょっとは楽になりましたってところで、あれですよ。見ましたでさ、見た方いるかな、これあんまり話題になってないんだな、なってますかね。僕の殺意が恋をしたという、日曜日夜10時半からやっております。これは日テレですかのドラマがありまして、出演が、中川大志さんですか、中川大志さん、それから荒木優子さんね、
荒木優子さん、それから田中みな実さんも出てて、他で水野美紀さん、それから鈴木信之さんね、藤木直人さんも出てますね。で、殺し屋なんですよね、主人公は。で、殺そうとするんですが、殺せなくて恋をしちゃうみたいな話。まあ簡単に言えばね、殺しの腕はすごいのに、ついついライバルの殺し屋ね、中川大志さんのライバルの殺し鈴木信之さんが出てきて、やばい、あいつに殺されちゃうっていうところを助けちゃうね。で、いざ自分が殺そうとすると、こう恋をしちゃって、手が出せないみたいなお話。うん、これね、漫画みたいな、ね、現実世界ではまあないじゃないですか。ただ漫画みたいな話だなと思っても、漫画原作じゃないっていうところがまた驚きでね。でもう一つ、僕はもうめちゃくちゃ驚いたのは、めちゃくちゃ驚いたというかね、漫画家さんなんですよね、この狙われてる人が、荒木優子さんがね。で、漫画家さんなんで、まあそこの編集スタッフというかね、の周りでいろいろお話も進んでいくんですが、ね、もう一つびっくりしたの、僕が見たやつ、キャラクター出てこなかったんですけど、ホームページを見るとね、ハリネズミ探偵ハリー、これ出てきたかな、俺が覚えてない、連載漫画に登場するキャラクターってね、ホームページも載ってて、しかも、始まったばっかりのこのドラマのグッズ、そのハリーのグッズがめっちゃくちゃ出てるんですよ。ぬいぐるみだ、トートバッグだ、リングだ、ね、ネックレスだ、ステッカーだ、なんだかんだってね、アクリルキーホールダー、なんだかんだ、そのハリネズミのハリー、めっちゃ推してるんですよ。ただね、ドラマを見たら、こんなハリーの、グッズよりも欲しいのあるでしょって、思っちゃうんですよ。その殺し屋の、なんて言ったかな、デス・プリンスっていうね、シールが貼ってあるんですよ。あいつのやつだっていうね、のが分かるシールが貼ってある、な、殺しの道具、まあ何ですか、水風船だったりにこう貼ってあるんですよ。それ見て中川大志くんが、あいつのやつだって気づくっていうのがあって、そのデス・プリンスのマークがあるんですけど、なんて言ったらいいのかな、人の顔というかね、のシールがあるんですよ。それをグッズで出せよとね、ドラマを見てたらそっちの方が欲しいな。そんなあんま見ても覚えてないような、ハリーのね、ハリネズミのあのキャラクターのグッズよりも、デス・プリンスのシール、ステッカーを出せよって僕は思っちゃいましたけどね。まあドラマとは関係ないところで、だからね、グッズ作るの時間かかるから、こう本がね、台本ができて、このドラマがああなった、ドラマ化するぞってなった時に、じゃあグッズなんか出しましょうっつって、安易にそのね、放送前ですよね、それは当然、じゃあハリネズミのキャラクター出すんでグッズと展開していきましょうっつって調子こいてやってるかもしれないですけど、いや、ドラマ見たらそんなものよりもそっちのデスプリンスのステッカーの方がめっちゃ魅力的やんけと思って見ておりました。まただからドラマ関係ないよねお前商売下手かっていうね、ところをこう見ちゃったというね。うん、でもなかなか飛んだ設定でね、面白いのと、田中みな実さんがね、こうまたこんないい感じでね、こう挑発してきますよ。ねえ、コピー機が出ない出ないって言ってたら、ね、こうするのよっつって、たくさん出てきたとかね、そういうことを言わせる台本、誰が書いてんだ本当にね。いやー、まあこう いろいろ面白いね、ツッコミどころ満載なのがやっぱり面白いよね。こんなことねえだろって言えるドラマがやっぱりそういうドラマの方が面白いのかな。こう単純にこう感動を与えるとかね、こう泣けちゃうような話よりも、こうそんなことねえだろって言えちゃう方がやっぱり
面白いですよねというドラマがね、僕の殺意が恋をしたというドラマが始まっております。なかなか現実浮世離れしたというね、面白いドラマです。あとね、いろいろ重火器が出てくるとかね、出てくるんで、そういったマニアの方はね、こうニヤニヤ、あの武器はあんなね、動作では打てないとかね、あるじゃないですか、あんな音はしないとかね、そういったところを見るのも楽しいんじゃないかなと思って見ておりましたね。今度ちょっとハリネズミのねキャラクターちょっと注目してみましょう。出てきたかな、なんか俺覚えてねえんだけど、まあ、寝ながら見てるから覚えてないのは当然なんですけどね。はい、といったところですか。はい、コントトカレフ、トカレフを手に入れてね、タイマーズが歌っておりました。僕もモデルガンね、一時ハマってというかね、好きで集めてた時があったんですけど、やっぱりトカレフのモデルガンってね、なかなかなくて、でトカレフがどうしても欲しくて、詳しい鉄砲屋というかモデルガン屋さんに昔買いに行った時にね、めっちゃ止められたんですよ。こんな出来損ないの拳銃俺は売ることができないっつってね、店の人が。あ、つうのもその弾がブレると、正確な射撃ができないんで、こんなものは例えばサバゲーに使うとかそういう目的じゃ売れませんよってめっちゃ言われたんですけど、いや俺はそんなことしない、トカレフが欲しい、トカレフを持っときたいっていうだけでトカレフ買いましたけど、まだありますわ。そんなことです、そんなことですわってね。はい、ちょうど時間となりました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。